Tide Shoe Moon Champion Young Hyo Kim. Silver の巨人横綱キムヨンヒョン韓国。And the runner wearing the blue trunks with yellow trim, standing at 182 meters, weighing 97.5 kilograms, K1 World Grand Prix 2005 Las Vegas Champion Ruslan Karaev. 1年ぶりの K1 舞台、ロシアの速射砲ルスラン・カラエフ。あ、準決勝どちらが決勝へと進むのか。谷川さん、ルスラン・カラエフの準々決勝はどんな風に見ましたか。そうですね、やっぱりちょっとスタミナの面がブランクがあっただけちょっと心配してるんですけども、はい、でまあね、今回のスピードではキム・ヨンヒョンに対しては圧倒できると思うんですが、はい、なんて言っても、ね、このリーチとかね、29センチの身長差がありますから、なかなかダメージ当てるのは大変でしょうね、はい、大巨人を前に果たしてロシアの速射砲がルスラン・カラエフどういう風な試合を見せるんでしょうか。3分3ラウンド、この準決勝も2ノックダウン制です。1年ぶりの K1 舞台、迎え撃つは2メートル17センチフィルムの横綱キム・ヨンヒョン。グローブを合わせました。大歓声に包まれました台北の南高展覧館。パンチが伸びる、カラエフのパンチが確実に顔面を捉えていった。強い、ルスラン・カラエフの速射砲が2メートル17センチの大巨人の顔面を捉えました。やっぱりスピードがすごいですね。なんとか立ち上がったおキム・ヨンヒョンですが、時計が止められました。鼻が折れましたかね。鼻が曲がっているように見えます。明らかに鼻が曲がっています。骨折した鼻の様子を陥没してますね。鼻の中央陥没しています。ダメですね。キム・ヨンヒョンの鼻を砕きました。ルスラン・カラエフの速射砲、 K1 のリングにロシアン旋風が帰ってきた。1年ぶりのこのトーナメント、アジア予選、あっという間に決勝の切符をつかみました。ルスラン・カラエフ強し、シルブの横綱キム・ヨンヒョンを圧倒、決勝へと進出です。横綱の目に涙、キム・ヨンヒョン。長坂さん、はい、やはり完全に折れているそうです。そうですか。キム・ヨンヒョンの鼻を砕きました。ルスラン・カラエフ2メートル17センチチームの横綱を下して K1 アジアグランプリ2008決勝進出。早かったですね。ここです。早かったですね。打ったパンチ全部当たってますね。アッパー、そして左のフック、これで折れましたね。完全に顔面を捉えたパンチ。角度から変えてご覧いただきましょう。あ、ここですね。そしてアッパーから最後左、キム・ヨンヒョンの鼻がひしゃげました。ルスラン・カラエフ決勝進出を決めています。